時汽笛の音が聞こえてきた。ロージーだった。後ろから誇らしげに坂を登ってくる。トーマス、大丈夫？ロージーが元気に汽笛を鳴らした。彼女はトーマスが動けないことに気づいた。トーマスはとても恥ずかしかった。私が助けを呼んできてあげるね。ちょっと待ってロージー、僕の代わりにアリスへのプレゼントを届けてくれないかな。ロージーはとても喜んだ。もちろんいいわ。ロージーはすぐにトーマスの貨車を連結させた。そしてハイファームへと向かっていった。トーマスはそのままで待っていた。彼はロージーが後ろからついてきてくれたことが嬉しかった。すぐにロージーが線路を下って戻ってきた。アリスのお母さんが電話で助けを呼んでくれたの。ロージーがトーマスに教えた。エドワードが助けに来てくれるって。その時トーマスはロージーが誰かを乗せていることに気がついた。アリスだ。誕生日のプレゼントを届けてくれたお礼を言うためにトーマスに会いに来たのだ。ロージーがいてくれてよかったよ。さあ一緒にアリスの誕生日を祝おう。トーマスが嬉しそうに汽笛を鳴らした。ロージーも同じように真似をした。